どうしてゴッド？なぜ動かない？応答しろ。どうした森さん、状況くれ。おいおい、なんだチーム3、状況説明。こちらチーム3、よくわかりません。バルス、不満だ。訓練中止。訓練を中止する。規模不明の敵が施設内に侵入。隊はこれより敵の殲滅にかかる。チーム4、チーム5、合流して再編成。
お姉さん濡れてるよ。風邪ひいちゃうよ。じゃあ温めて。仕方ないな。ロック他一名、ゴーストに殺害されました。掃除班死体回収中で生きていくことを想像できますか？と言いますと？頭に銃を突きつけられたり、仲間が爆破で吹き飛んだり、毎日が生きるか死ぬかの状況です。私は正常じゃなくなる。普通はそうですよね。ええ。でもそうじゃない奴らもいる。自分が正常でいられるためには何らかの危険を必要とする人間もいるんです。夢の話ですが、人を殺すことに黒田さんは罪悪感はないんですか？ありません。処理する瞬間は操り人形の糸を切るのと同じ、物体が崩れ落ちるだけ。そこに感情はありません。処理？ただ処理するときは愛を感じます。愛？相手の鼓動を感じ、体温を感じ、思考を感じ、全てが一体となったとき優しく処理するんです。では殺されることは怖くないですか？わかりません。経験したことがないんで。そうですね。じゃあちょっと想像してみましょうか。これが本物の銃で、私があなたを撃とうとしたら。撃ってみてください。先生、今死にましたよ。サチとあやとりでもしていてくれよ。おう、わかった。じゃあ、サッちゃん一緒にあやとりするか。うん、よいしょ。ちょめ下手だなぁ。なぁ、サッちゃん。だって落ちてるもんね。
検事に言われてきたのか。It's been a long time, 先輩。さっきの連中は自分たちが掃除しておきました。じゃあついでにこっちも頼むわ。ケンジ先輩のところにファントムが現れたそうです。知ってるよ、サチが挨拶された。先輩、俺たちも一緒に戦います。お前ミッション何回出たことあるんだよ。一回もないです。まあ俺面倒見ますから。逆に邪魔ですかね。好きにしろ。あれ、ケンジさんいないな。お前らしっかりやってんのか。はい、頑張ってます。頑張ってますじゃねえよ。だったらちゃんと結果見せろよ。分かってます。でもケンジさんの体がそうなったのは敏郎さんのせいです。うるせえ！本当はお前らなんかに頼みたくなかったんだ。あの人のために死んで俺は骨になりたかった。ごめん、おじさんしばらく帰りそうにないから宗さんとかで預かってもらってくれ。うん。あいつ本当に必要ですか。アビスはゴーストの戦い方をよく知ってる。ああ見えても彼のバディだった男だ。あいつがあらゆる意味で同じだったが、行動の目的だけが違って。それだけだ。キャスパー、時間だ。敏郎さんは生きていたとしたファントムは自らリベンジにしに来た。なんでそんな大物がわざわざ来るんですか。それはあろうな。ただ俺たちは知る必要はない。カバーするだけだ。オーライ。ケンジさん言ってましたよね。戦争は子供や機械を利用するもんじゃないって。許せねえ。敏郎さん、俺も連れてってくださいよ。
やっぱあいつらだけじゃダメですよね。俺まだ戦います。敏夫さん頼みます。なあ頼むよ。なあ頼むよ。連れてけよ。足手まといにはならねえからよ。戦って死にてんだよ。頼むから連れてけよ。ケンジ、俺の前でカッコつけてんじゃねえぞ。なったね。心配はいらない。私は君のおじさんの古い友達だ。おじさんが生きていて私はとても嬉しいよ。どういうこと？おじさんはなぜ危険を冒してまで君だけを助けたのか、なぜだかわかるかい？君の中にはおじさんと同じ血が流れているんだ。やはり彼には見えたんだね、未来が。しかし彼は私を裏切った。生かしておくわけにはいかない。これは戦いではない、処刑だ。廃墟に幸がいる。敵が確認できる位置まで3人で行動する。行くぞ。前方に敵を5名確認。本丸はここだ。俺たちはここ。一個中大、一個小大、一個小大、一個小大。俺がここから行っておとりになる。お前たちはツーマンセルでここから攻めろ。敵は何いるんですか？一個小大は約30名、一個中大約80名。 Over 200? そんなに？たった3人で？俺一人で十分だ。緊張するな。撃たれても切られても動じるな。相打ち覚悟で行け。緊張が思考をダメにする。草食動物は緊張した瞬間に食われる。肉食動物は緊張しない。俺たちは狩られに来たのか？違います。俺たちは狩るものだ。ゴーストは気配を消し、足音も立てずに忍び寄る。発砲は極力抑えろ。銃声は自分の居場所を教えるようなものだ。ターゲットを確実に狙える時だけ
発砲を強化する。
イントブラボー突破。ポイントブラボー予備投入。戦場じゃ生きていけないよ。戦争はガキや機械がやるもんじゃねえんだ。
おじさん、そんなんじゃ生きていけないよ。そんなんでもな、生きていくんだよ。マックス、先に行け。残りは俺が始末する。予備壊滅、ポイントチャージ。エコーについては廃墟に前進せよ。エコー、要。コースは1個連隊に相当する戦力を有する。奴を人間と思うな。以上。足手まといにはならねえからよ。戦って死にてんだよ。頼むから連れてけよ。Thank you.
たちの戦争はガキのためにやってるんじゃねえぞ。俺の戦争は終わった。私は好きかい？戦場には昔からいろんな言い伝えがあってね、伝説のリボーンゴーストもその一つだ。リボーンゴーストは様々な戦争で目撃されてきた。有名なベトナム、アフガン、イラク、不可能と言われた作戦を全て影から解決してきたんだ。もちろんそんなおとぎ話を本気で信じてるわけじゃない。もし生きてたら私よりおじいさんだからね。ただ君のおじさんのコードネームゴーストはその男の名から来ている。君のおじさんの戦いぶりがまるで伝説のリボーンゴーストみたいだったからね。戻ってくるから。さっき、一緒に帰ろう。離れないで。ねえ、帰ろう。ねえってば。ねえ。うるせえな。サチ。ごめんな。行ってくるね。
サチ、愛してる。Thank you.
まんねえんだよ。俺のは戦争じゃねえ、戦だ。まだこの血が欲しいか。取りに来いよ。
あ、サチ大丈夫か。おじさん、おじさんは大丈夫？今どこ？サチ悪いな、もうちょっと待っててくれ。おじさん、おじさん、全てはお前を処理するためのトラップだ。ここまで来たことは褒めてやろう。しかしその体でどうやって戦う。今のお前はゴーストではない、ただの名もない幽霊だ。昔のお前を覚えている者など誰もいない。これ以上何を支えに生きるというんだ。トラップを仕掛けたのは本当にお前か。俺の前にお前がいる、それが全てだ。俺の血がそんなに欲しいか。悪いなおっさん、俺の血はもう枯れちまってんだ。やはりお前があの伝説の。トジロー、なぜお前はあの少女を助けた。なぜお前はバディであるアビスを殺した。なぜ、なぜお前はケンジをあんな目に遭わせた。なぜ、なぜ、なぜ、サチ、ごめん。